せーの、皆さんこんばんは、ムケロです。ということで本日はもう半袖とか長袖とか、僕は別に夏も長袖だから8月も長袖着ます。いいんですけど、夏っぽいに着ていきたいと思います。嬉しい。この企画は好きな場所、いつもザラとか縛るんだけど、縛りなしでとにかく好きなものを5点ずつ、はい、買ってきてますので、そちらをちょっと紹介していきたいなと思います。はい、じゃあムクから。私から何から行こうかと。てか5点以上買ってさ、どれ紹介するか迷う。うちもだからまあ別にいいよ、知ったければする。来ればって。そう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 、来たい、来ればみたいな。まず1点目目キャラもう一回言っとく。まず1点目目、こちらになります。あ、なんかチェーンの音。じゃん、チェーンの音。あら、紙袋がちょっと捨てちゃって。あ、そうなの。あの単体で紹介って感じなんですけど。あ、なんだ、そういうことね。アポールに入ってあるお店で、うち初めましてのお店だったんだよね。いろんなブランドが集まってて、セレブショップみたいな。いや、うさぎストアみたいな感じ。あ、うさぎオンラインストア。あ、それだ、それそれ。うさぎオンラインストアに入ってるソリンっていうブランド。あー、入ったことないわ、お姉さんっぽすぎて。ないでしょ、うん、そこでちょっとやってみたっていう商品で、でもこれうちもいけるのではっていう。え、うん、かわいい。え、かわいいよね。私結構黒の可愛らしさが好きなんですけど、ね、このチェーンだけだったらちょっとうちはシンプルすぎるんだけど、うん、これがあることによって。これどうやってかけるってこと。こうかな。これは垂れ下げてこうかな。うん、そんな感じするよね。だってこれ一緒にかけてないもんね。かけないから勢いから。いいね、やってみようかなっていう感じで。いくらだったんだろう、気になる。あ、1万6千円もする。まあでもカバンってそんなもんだろうっていう。なんかさ、この動画とかでって本当に値段を気にせず買えちゃうんですね。ありがたい。あ、やばい、やっぱ塗ってない。すごい、早く病人やさ。ありがとうございました。じゃあ私は、皆さん絶対これ買ってるよねって思ってる。あー、ゲーディーだけどね。買いましたね。買いました。また行きましたよ。2点買いました。まずこれ。ねえ、あんたさ、ちょっと待って、ちょっと見せてもらっていい？ちゃんとみんなに見せれる？みんなにそれを見せれる。めっちゃいやいや、めっちゃ見せれるんだけど。いやいや、いや何が、ちょっと待って。じゃあ何が、これうちもう見たことあるし借りたこともあるぐらい。何だよ、増えろ。いや、まずうちのクローゼット見てほしいんだけど夏の半袖ってなると T シャツばっかなの。だからこういうちょっとお姉さん系がないのね。お姉さん系が。お姉さんね。だからいつもピチティでジーンズとかになってるのね。むずいよね、夏。そうだから、ちょっとこういうのありかもって買ったのがこれなのね。で、やっぱり私のポイントとしてはこういうフリフリ系っていうか、ちょっとお姉さん系は黒だとまあ自分もしっくり着れるなっていうのがあるから、他の色とかあったんだけど黒にしました。これさ、結ぶんだ。ここで結んでもいいし、クロスしてここにこういう感じでやってもいいよっていう可愛いトップスです。で、これがネットでも見ててずっと気になってたやつ。こちら、じゃーん、可愛い。バンティーみたいな。え、うちもなんか、ああ、いけるいける。バンティーっぽい感じなんだけどフリルがついていて、うん、マネキンとかはこの中の T シャツをね、短パンにインしたりとかして、短パンにレースがかかってる感じに着たりとかもしてたし、この下に、ね、そうフレアパンツとか履いても可愛いし、ちょっと白は挑戦してみました。いい。はい、じゃあ続いてこちら行ってまいりました。あ、これで A ランドです。これが A ランドさんで、はいはい、ここあの結構何点か買ったんだけど、持ってきたのは2点っていう感じ。まずこちら T シャツなんですけど、ああ結構見てください、出ますね腕が。確かにそういうことですね。結構腕が出まして、まあ私も試着したというか家帰って着てみたりとかしたんですけど、まあ、結構腕だったよって感じで。あだなんですよ最近の T シャツっていうのは。そう、これはもうなくても一緒やでっていうのでよやんみたいな。好きなのよ、こういう色もね。でもリボンの感じとかも可愛いでしょ。うん、ムクっぽくて。そうなのってことだよね。だから私が頑張ればいいねっていう。2点目はあのこちらです。あれ先生、あの一回着用みたいな。なんか見たことありますよね。あの一回そのグッズの撮影でかぶさせてもらったんですけど、本当お気に入りでこの帽子。でも可愛い。でちょっと紹介したくて持ってきちゃったんですけど、うん、この色も可愛いし、このさブラウンの文字もね個人的に可愛くて、そうそう、でなんか素材も夏っぽいし、あのいいなっていう感じで。なんかキャップって何個持ってます？いや私結構持ってる。めっちゃ持ってるよね。でも私見たことあるの本当2、3個ぐらいしかないんだけど。え、そうお気に入りがやっぱあって、あこれをね加入した。最近ちょっとね同じの被っちゃってて、夏はちょっとあれ暑いし、あ変えようということね。そうそうそう、分かる。夏の帽子問題あるんだよな。そうということで次に行ってきたのがジナス。ああ、え、そういうこと。うん、そういうこと、つながる。お期待大期待大期待大なんだけど、ね、じゃん。おお、だからバケハいいね。で麦わら素材っていうの、これ通気性って感じ。ちょっとそう涼しめなのよ。やっぱり黒
で何でも使えるんですね。夏用です、これは、うん、ほらめっちゃいいの。いい、つばがちょっと長めで顔が隠れる。いいね。で、綺麗めにも、昨日は結構その、うん、T シャツとかジーンズみたいな感じの格好だったんだけど、そっち系でも合う。意外と綺麗めっぽいけど、はい、2750円。うん、よくない？これは結構お気に入りというか。いいな、私も欲しい、そういうやつ。バケハいいんだよね、うん、うちあんまキャップ似合わないことに気づいた。そんなことないよ。キャップよりバケハの方がしっくりくる。本当？うん。え、でもうちは逆にバケハしっくりこないの、うん、顔の形かもね。うん、多分そうだと思う、うん。ビームスに行ってきたんですけど、なんか重そう。そうなの。ってことは、ってことは、え、シャンパン。お見事。あ、待って、うち2点取ってる。紹介する？うん、どっちも。デニム買いました。おお。私さ、デニム好きなんですけど、うん、なんか結構決まっちゃってるというか、その履かないのが多すぎて。わかる。てかボトムスあるあるで。そう。だからそこを救ってくれたデニムなんですけど、うん、めちゃめちゃワイドなのよ。あ、え、本当だ。あんまなくない？そう。ストレートのものが多くて持ってるのが。広げたのみたい。こういう感じでワイドなの。へえ。私結構デニム買うときに丈が問題なのね。背が低いから。だけどこれは全然いけそうだったの。確かに。この感じでちょっと短めっぽいじゃん。うん、だからまあちょっとヒールとか、うん、なんか厚底をちょっと履けば全然いけるという感じでいいなと。ありがたい。そう。よかったよこれ。いいですね。もう一個が重いので。おお。黄色だ。どう考えても靴なの。可愛くない？え、可愛い。これはサンダルに入るの？それともパンプスか？パンプス？パンプス系か。うちさ、こういうの持ってないじゃん。持ってない。てか、ムク靴少ない。ダン。ダン。うち高い靴、結局やっぱ厚底とか履きたくなるのよ。バランス取れるから。あ、なんだけど、厚底しかないのよ。うん。こっち系を持ってないの。スニーカーとかってことだよね。そう。普段は。ちょっとこれは綺麗めにもなれば、うん、でもヒール分厚めだから、綺麗めになりすぎないというところが、私が履けるかなっていう。うんうん、え、めっちゃいい。なんかローファー感もちょっとある。そう。これが4店舗目でした。はい。はい。3店舗目でした。はい。続いて、2店舗目。はい。3店舗目。難しい。でもいいの、はい、こちらパンツを買いました。今回買い物をしてて、うん、私の好きな系統のお店に行くとどこの店舗にもあったのが、うん、こういうカーゴパンツっていうんですか。わかる。このでこの生地もうね、ジーナシスにもあったしジュエティにもあったし、はい、本当に今年の流行りなんだなという、うん、やっぱでも惹かれるの、私もそれ好きで。なんだけど黒も持ってるしピンクも持ってるしベージュも持ってるしで、もう買わないなって思ってたんだけど、うん、アトモスピンクにこのカーキー色があったわけ。カーキーね。で、カーキーは持ってないし、うん、だいたい何でも合うのでいいと思って。で、結構スリムタイプとワイドタイプあるじゃん。うん、結構うちが持ってるのスリムタイプが多かったの。ああ、そうなんだ。ワイドタイプ。おあ、それもまたちょっと違かったから買ってみちゃったのよ。いい。で、ゴムなのでそれもありがたい。そうだねー。そんなにそんなに怖いからさ。え、でもこれになんか最近流行りの平成のキャップみたいなの分かる？ここら辺がメッシュになってて後ろが。はいはいはい。みたいなの。で、メンズをちょっとちっちゃくしてかぶるとかやってるやつね。とか合わせたらめっちゃ可愛いなと思ったけど。可愛い。そっち系見たい。ね。これであのなんか TikTok とかさ、写真とか名前が載せて。あーね。分かる。なんか、え、絶対これ着てる人ってビリアルやってると思うんだけど、どう？絶対やってるよ。で、細いサングラスかけてビリアルやってると思う。あ、もう見えた見えた見えた。で、こう、ショルダーのバックに、あの帽子に、うーってやって、やって、で、足元。はいはい、うーすごいってやったらね、近味噌とかめっちゃやって絶対乗せてる。やりてー、うちも自然とかも行ったりもするんだよね、これね。そう、それで行くの、うん、で、彼氏いて。そうそう、彼氏絶対いるから。うん、これ履いてて彼氏いないと。いないから、うちだから彼氏できるまでこれ着れないから。行き過ぎ、偏見が行き過ぎて。やめて、自分の首絞めとる。結果実は、びっくり。マジか。4個目なんですけど、ピンナップ、うん、裏原にある古着屋さん、うん、そこで買ったんですけど、もう逆に解散しよう。これ逆にね、いらない。2人も同じ人。確かに。そうなってきたらこれって計算違うからよりいいよねみたいな、うん、そういうのもあったんですけど、うん、もういよいよもう こうなってきてもう一緒やーって。それはいらないよっていう。マジか。私も緑のカーゴパンツ。あ、でもまあちょっと違うから。そう、形はちょっと違うから、うん、これピンナップって割ともう私の系統ではないの。あ、そうなんだ。全然見たことない。ピタティとかめっちゃ細いお姉さんが背高い、そう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 みたいな感じで、私も恐る恐るあるかなって感じ入ってます。で、これも試着してみたんですね。めちゃめちゃ自分に合ってた。お、これローなんていうの、ローライズ、ローライズ、ローライズ、まあ、でもハイウエスト、ローウエスト、ローウエスト、はい、ロー、はい、ロー、ローウエストでいいんじゃない？ローウエストってことにするんだけど、ローライズ、ローライズ、もういいよ、触ったし別に。要は
これはハイウエストなわけじゃん。ローってことね。ローだよっていう感じで、うん、あのこの骨粗さ骨粗さんおすすめで、変にこのダボっとしすぎてないけど、でもピッチリしすぎてないから足が超細く見える一番っていうので、あのこれ古着なんでちょっとあれなんですけど、確かにもうないってことで、もうないんですけど、おすすめだよこういう形とか。あとここのお店もお姉さんすごい優しくてよかったんで、私みたいなこういう人でも入れるのでぜひ行ってみてください。分かる分かる、そういうお店。最後こちら、うん、じゃん、ビビアンで。おう、ビビアンで。そう、あのお買い物した時期セールやってたじゃないですか、全国的に。あ、そうなんですか。じゃあちょっと入ってみてもいい、うんうん、って言って、あのラフォーレのところあるよね。そうでさ、アウトレットでさ買ってたりするじゃん、ビビアンでね。買った。そこでもビビアンの服かわいいなって思ってたの。かわいいのよビビアンって。びっくり、なんかもう私の服みたいな感じで。おすごいじゃないですか私の服いっぱいあるっていうぐらいすごい好みだったの。でもういいのがいっぱいあったんだけど、何個も買えないので1個に絞って。なるほど。じゃあ本当だ、スカートなんですけど、すごい、何これ、ここに紐ついてるの何これね。なんかリボンになってて、ちょっとここクシュってさせれるの。かわいい。なんていうの、ここキュッてやることでこっちがちょっと上がったりとかして。え、片方だけなんだ。え、そう、これが可愛くて、あの短めなの、長いんだけど。確かに足首まで。そうそう。でその時私ロングブーツ履いてたんだけど、ロングブーツと合わせた感じがめっちゃ可愛かったから、なんかそういう長いブーツに履きたいなっていう感じで買いました。これがね、いくらがいくらなの。これが 30% オフだったの。2万4000円ぐらいになってたかな。まあ高いけど、まあ、別のブランドですから、うん、そんぐらいですよねっていう感じで。可愛くない。え、可愛い、ね、いいね。そうっていう感じで以上以上です。私も最後の店舗行きたいと思います、はい、ここね、3個も買っちゃったんですよ、うん、ここで XU っていうセレクトショップなのかな、多分、うん、で、お店の雰囲気は本当にこんな厚底のチェーンバーみたいなブーツが売ってるようなお店なの。真っ暗で、店舗だから意外とさっきの無垢の古着屋さんみたいな感じでしょ、うん、入るのちょっとうちに入っていいかなって思うんだけど、店員さんほど優しかったでも3点も買っちゃったんですけど、うん、まずこちら、これはもう本当にパッと見でこれ絶対買うって一発目に決めた。こちら、え、かわいい。じゃん、かわいくない。かわいい。なんかこの星の感じとかめっちゃ好きなんですけどって思って買ったんだけど、かわいい。ちょっとニット生地なんだけど、でも透けるのね。薄めだね。そう、薄めなの。ちょっとだから中にキャミとかは着るんだけど、薄めだから夏でも着やすいよっていうので、だからさ、こういうパンツとかにスティがいいなと思ってたけど、こうダボっとこういうの合わせてもかわいいなって思った。かわいい。めっちゃかわいいじゃん、うん、かわいいと思って。それこそピタティが多いから、うんうん、こういう大きめの T シャツも買ってみたいなって思って。いいね。続いてまたトップス、はい、夏やっぱりいつもと違う格好したいなって、したいね、アイテム増やしたいと思った時に、うん、ベストだわって思ったわけ。ちょっとねこいつ分厚いの。確かに。そうだからちょっとあれかなとも思うんだけど、うん、でも言うて室内ほぼ、うんうん、だから確かに、まあ、T シャツ下に着たりとかしてね、いいかなと思って。ほらこれとかも可愛いじゃん、下にこれ着て。可愛い。でまあこれは冬とか秋とかも着れるんじゃないっていうので買ってみました。色がいいね。そう、いいね。で最後、はい、うわっおお、また帽子買ってる。あら、なんかこういう不思議な帽子かぶりたいなって。不思議な帽子かぶりたいなってずっと思ってたの。あ、そうなんだ、うん、不思議、確かに不思議じゃない。不思議な帽子かぶれる人の強さを私はやりたいなと思って。強いか。だからだってこの帽子をかぶる強さあると思うね。強いわ。これ強くない？でもね、わかるよ。わかる。で、またこれが出てきたんだけどこれとこれでこれかぶってる不思議な人とかめっちゃ可愛いなって思った。わかる。わかるでしょ。わかるわかる。で、なんかさ、そういう人って変に小食だったりするのよ、うん、カリッカリなの。あの顔の血やっぱり。で、彼氏、彼氏、彼氏いる。これ、その彼氏いる。タトゥーゴリゴリ彼氏いるんだよね。で、なんかグミとか食べてんだよね。不食ハリボー。この帽子はね、正直顔隠しっていうのがあるわけ、うん、こっちはマジおしゃれ。これインスタ撮りたい写真。そうだね、インスタだ、うん、これはちょっと今日は写真撮れません。うんうんうん、インスタその違いはね、その違いがあって、ね、そういう不思議な帽子をかぶりたかったっていう話だね。これは似てるけどマジで違うから。これでいいよ以上、私の買い物一終わりました。うん、とってもいい買い物したと思う。わかる。なんか久しぶりに買い物した感じで、うん、久しぶりに買い物したくない。わかる。うちやっぱね、買いに行った方がいいと思ったね。え、思った思った、うん、ぜひ皆さんも参考にしてみてください。はい、不思議ちゃんになりたいよねって思った方はチャンネル登録、高評価、マダン天才、コメントよろしくお願いします。次の動画も見てね。せーの、おやすみー。